昔子供の時食べた山形で食べたラーメンとすごくそっくりなんで懐かしいですね。懐かしい味っていうか食べやすいようなすぐ進みそうなラーメンだと思います。ちょっと昔ながらなんですけどすごくこう癖になるというかこうシンプルなんだけど奥が深いみたいな感じで何回も食べたくなる感じで来ちゃいます。昔だと口コミで美味しかったよ。誰々さんから紹介されて美味しいって言ってきたんですなんていう方は多かったですよ。安心感を求めて一番来るんでしょうか、ね、一番の安心感でしょうからね。当たり外れがない。うちの母親が代表が年もだんだん来てますけどガタが来ている状況なので、まあこのまま廃業してもよかったんですけれども、まあ潰すのももったいないかなっていうことで、まあだったらやろうかなっていう話になりまして、結構、まあ、ラーメン好き、みんな好きなんで、まあ、いろいろなお店を巡ったりとか、うん、やってます。週末、結構食べ歩きしてますよ。まず麺類が好きだったんですけど、親父ももう麺が大好きで、お袋を連れてなんか蕎麦の食べ歩きとかしたらしいんですけど、まあ、多分その影響もあって僕も小さい頃から麺を、うん、好きになったのかなと思いますね。河合ひとえと申します。ペンネームは河合丹で通してます。漫画家です。出身は山形市になります。今フェイスブックで山形の人たちとだいぶつながってて、で新店舗情報とかもガンガン入ってくるんですよ。帰省した時はもうほとんど妻と蕎麦屋巡りラーメン店巡りしてますね。ゴールデンウィークあたりから8割くらい冷やしラーメンが、はい、出始めます。やっぱり山形は盆地なのでやっぱ夏とかすごく暑くなるんですよ。だから、はい、たくさん冷やしラーメン求めにいらっしゃるのだと思います。はい、今東京でも真夏になると創作系ですけど、山形の冷やしラーメンと違いますけど創作系の冷やしラーメンというのは結構出るんですよね。まあその走りだと思えばもうみんな暑い時にほら汗流して暑い店の中で暑いラーメンってやっぱさすがにね辛いんで、やっぱ冷やしラーメン食べたくなりますよね。はい、すいません、お待たせしました。冷やしラーメンです。
初めて食べたのは小学校の3年生4年生とかそのくらいだと思うんですけど、僕にとってはもうソウルフードです。違和感も何もなく、こんなうまいもんないだろうと思いますけどね。うちの奥さん実は北海道なんですけど、冷やしラーメンが食べたことなくて、で確かね3月のすごい寒い日、2人で酒屋さん行って食べて、で唇2人で紫色にしながら寒く凍えながら出てきたことありますよ。冬ってどうですか？冬はそうですね、そんな夏ほどではないんですけど、だいたい2割から3割くらい頼まれるお客様いらっしゃいます。県民性というか山形県の人はみんな麺類大好きなので、そうだと思います。はい、お蕎麦屋さんですよね。蕎麦屋です。北海道産の北早生という品種の蕎麦を使ってる。あとは自家栽培してるマヤ蕎麦、まあ、基本的にはヤブ系なんですけども、サラセナはマヤ蕎麦だけ。ラーメンも出ます。例えば親子で蕎麦屋に行った時に、お父さんが例えばざるそば食べて、お母さんが天ぷらそば食べて、で子供何食べようかって時に、どっちも食べたくない時にラーメンがあるとラーメン頼むじゃないですよね。だから僕は そういった意味で蕎麦屋のラーメンって、子供向けにいいのかなとか思ったりもしたりしたんですけどね。そんな風に発達してきたのかなとか思ったりもしたりしたんですけどね。特に家族連れで来るお客さんが多いもんですから、まあ、どっちでも出せばいいなと思ってやったんですけど。動物系の油を室内に残らないようにあまり使わないとか、なんかそんな話も聞いたことありますよね。蕎麦屋のラーメン、スープは魚だしで、トビスマのトビオのだしを使ってる。麺は米沢風なんです。はい、お待ちどさま、ラーメンどうぞ。はい、どうぞ。あの香りすごいいいですよね。あごだしの香りとあのそばのあの乾水の香りがこう混ざって、こう絵も言われる、こう今かにこううまそうな匂いがするんですよね。あれ食べる前から美味しいって分かりますもんね。あれ東京の方から客が来るんですけども、蕎麦屋でラーメン出してるっていうのは珍しいってことで、でもやっぱりラーメン美味しいっていうことでですね、娘からは蕎麦屋なんだからあまりラーメンは宣伝しないでと言われるんですけどね。
来てくださったお客さんがね、あのなんだこの店ってこう、ね、驚いてもらえるようなね、あのとにかくお客さんから喜んでもらえるような店を作りたかった。レトロな風の、あの、まあ、映画見てね、三丁目の夕日のような、あのその元気あった時代 の、 あの雰囲気を作れないかと、あの建築屋さんと話して、あのこういう店を作ったんですよね。まあ、コロナでね、まあ、ちょっとあの商売の方も結構客足が引いたんで、この小さい店で、やっぱり密にならない、やっぱり、また来てお客さんが来てね、安心して食事していただけるような、その辺かな、やっぱ一番苦労したっていう。まあ、自分がね、あんま小さいかった時、まあ、少年時代にね、その当時 の、 あの中華そばずっと作ってみたいな。まあ、昔風の中華そばなんですけども、麺にしてもスープにしてもね、妥協しないで貝出しで取ったり、まあ、鶏出しで取ったり、まあ、いろいろ試して試行錯誤して作り上げた。お待たせしました。中華そばになります。まあ、このコロナ禍の状態でね、やっぱりお客してくれるお客さんに対してね、やっぱり我々がね、やっぱ精一杯どこまでできるか、美味しいものを、ね、提供できるか、やっぱり日々ね、やっぱりそれ考えて、お客さんに提供して、やっぱりお客さんのね、美味しかったっていう言葉が聞けるようにね、笑顔でね、また来るねってこう言われるようなお店にしていきたいですね。中学生ぐらいから手伝ってましたね。いやではなかったです。まあ、なんか僕ほら家のお手伝いみたいな感じですか。あれの延長みたいな。特に嫌とかはなかったです。うちの母親、まあ、代表が。年もだんだん来てまして、ガタが来ている状況なので、まあ、このまま廃業してもよかったんですけれども、まあ、潰すのももったいないかなっていうことで、まあ、だったらやろうかなっていう話になりまして、で継ぐことになったってことですかね。はい。まあ、前から全部仕込みもやってたん で、 でずっともう10年近くずっと仕込みもやって、スープも作ったりなんだかんだしてたので、だから修行期間が長かったんだ、多分言ってみたけど、10年ぐらい修行みたいなもんですからね。修行ずっと自分で休みの日、仕事休みの日は自分ね、店入ってやってたから、
でもお客さんからは言われたことないです。味変わったねって言われたことはないですね。常連さんから。あ、同じだね。よかったよかった。そういった人とかやっぱ一番スタンダードだねって言われて、一番もう食べれるラーメンって言ったらいいんですかね。安心感を求めて一番来るんでしょうかね。一番の安心感でしょうからね。当たり外れがないっていう。ふらりと言って、面白いラーメン屋さんだなと思った記憶はあります。メニューかな、なんか味噌ラーメンがポツンとあったりするじゃないですか、普通のラーメンと。最初は丼物も知ったの、配達も出、ま、あの店も全部一人でしたから、だからやっぱり何をかにできないから、うん、ラーメンならラーメンっぽいにしたの。よく入ってきていいですか。はい、三瓶さんね。はい、三瓶さんこちらで。はい、はい、お待たせしました。例えば今まで出前2つ3つって取られた方が5つ6つとかなることが多いので、あ、だとやっぱり人の動きっていうかね、そういうお客さん来た時ラーメンとか出してるんだなって感じはします。お客さんが来るとラーメンを取るっていうような、そんな形は確かにありました。ちょっとしたご馳走だって嬉しいんですよね、あの出前取ってもらえると。確かにそんな経験他ではないですもんね。味噌ラーメン4つと醤油ラーメン2つお願いしました。家族みんな大好きで、はい、時々取らせていただいてます。どうも、ありがとうございます。こんな流れでおばあさんどういうふうに見えます？まあ最強のおばさんだなって、おばちゃんだなっていうと思いますね。多分ここまで最強のおばちゃんはいないだろうっていう感じがしますね。前からほら勤めてた時も休みけど手伝ってきたら、はい、大体ほとんど覚えてきてないよ。あの、やめかなと思ったらすぐって言うからよ。スルーって言うから。うん、炎でバトンタッチしてました。腰ではもう。引退だもん、引退。まあ、厳しいでは厳しいですね。やっぱそれなりの指導はしますので、まあ逆に親子だから言いたいことも言えるっていう形もあるとは思いますけど、まあそれなりにやっぱ厳しい指導はありますね。はい、お待たせ、水も来た。一番危惧してるのが、全国的にこう均一化してしまうのは嫌だなと思ったりはするんですよ。いろんなところのいろんなラーメンの情報が入ってきて、でこう今では独自に発展していたそれぞれのラーメンがなんか均一化して嫌だなとか思ったりしたんですよね。北海道なのにあの九州のラーメンが食べられたり、あの、ね、あの九州にいるのに北海道のラーメンが食べられたりとかっていうのをなんかね、うん、違うような気もするんですけどね、うん、日本全国あちこちでいろんなラーメンが食べられるっていうのは便利なんだろうけど、でも独自その土地その土地で発達したラーメンはやっぱそこで食べに行くのが一番いいのかなっていう気はするんですけどね。今だとやっぱね、いろんなところでこう新しい目のラーメン屋さんばーって見えるので、あ、すごいなと思うんですけどね。もちろんそういった新しい目のラーメンとかこってり系のラーメン残ると思いますけど、やっぱり最終的には昔ながらのラーメンみたいなのがこう残るのかなと思いますけどね。やっぱ年代的にも山形も高齢化社会入ってますし、まあ、なかなか若い人もさらに高齢化社会進んでいくと、まあ、やっぱ昔ながらラーメンに結局原点回避じゃないですけどね、なっていくのかなと思いますけどね。目標とか目標、うん、絶対味は変えないっていうと、だこの店はとにかくもうこのままいじりません、もう手は入れません。はい、お待たせしました。どうぞ。
俺多分わがままだと思うんですけど、だから山形は山形でオリジナルのラーメン文化を築いていってほしいなとは思うんですよ。独自にそれぞれ発達してきたラーメンをもっともっとこう、花開かせてほしいと思うんですよね。で、日本全国からお客さん呼ぶような、こんなになるとそういうのが一番いいかなとは思ったりするんですよ。正月の2日にラーメン屋に行くと、もうじいちゃんばあちゃんで孫まで連れて家族7、8人でドヤドヤドヤって、お正月の2日ぐらいからもう一族郎党連れてラーメン屋に行くなんてところ、多分日本全国多分ないと思いますよ。